さあ、今回は、周年明け一発目の、モンストニュースになります。ただ、豪絶会社会社とかも残ってるすごい、誉ホマレオ来たこれまで経験積ませに来てる<う>いや、これは来年のね、ね周年とか、モンドリの司会は、これもホマレオン見え、見据えてますよね、皆、うんね、さん。はい、さあ、おし流き。 どうかな、はい、お<も>意外と<も>多いと思わせといて、<も>意外とそんなことなかった <laughs>、まあ。ま、超究曲出てきた。あー、そうだね。おさらいと。あ、補助のと出現って書いてあるから、なんか仕様変わるかもしれない。で、クリスマスは、まあ、あ季節関係ないけど、あの、周年でアルファもらいましたんで、復刻しますで、重心化会もいつも通りやってきますよっていう感じになってて、あとはまあ、あ妄想にとかで、うん。ちょっと持ってますよっていう感じになってます。あでですさっきた一発目の超究曲すれっあれ あれ、なんでシードなのあれ、プロビデンス。い <laughs> やい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 や。いや、プロビデンスだぞえぇ、ー、前回でしょいや <laughs> 前回。おい、前回だろ、これ出てくるのおい、ストライクフリーダムでは相手にならへんぞ !ZGMFX2OA。ストライクフリーダム。あれ、固まってたっけいやえ、水しかも。いやカね、あれ、スレッター。はい、ター <laughs> いや、でも一応相手いないっちゃいないんだっけこちらのクエストは まあ、集会ですよね。まあ、あれかスレッタもいじめられないし、デビルガンダムもいじめられないし、みたいな、そんな感じなのかなで、明日の金曜日からやってきて、集会型になってるんで、うーん、やってきますよと。でも、スケジュール的にね、あれなんですよね、多分今回第3まではなさそうだから、来週発表したら、そうだね、10日なんで、来週のニュース多分10日だと思うんで、6日しかないから、多分、第2発表して第3やるなんていうスケジュール感取れないと思うんですよね。だから、あれ <laughs> あれあれ、てっきり、 スレッタ関連で誰か出てくるかなって思ったんだけど、それかデビルガンダムか、よく言われてるね。あれ、ナイチンゲールとかも言われてるし、一発目でラウルクルーズなんだ。なんで前回出さなかったんだろう。ま <laughs>、そんな感じに、じゃあなってますよと。お、また続く。あ,あ、ミッションか。ああ<ー><ー>いや、これは嬉しいっすルルボイス追加されてるししあれでも、はい、あ,あ、よかったキラのセリフもまた追加されるいストライクイーダム。でもさ、これって、逆に考えると、 あのさ、アスラン、アスランじゃないや。えっと、アムロとユニコーンもさ、なんかミッションクリアしたらおそらく追加来るよね。うわあじゃあ、ナイチ、<laughs> またシャア追加超級極で来ることになるのかなまあ一応あれか、ドモンに関しては、まあ東方不敗さんいるんで、うーん、まあ地球人ではないんですけど、スパロボのネタ振って、<laughs> スパロボのネタ振っても絶対わかんない人が多そう。そんな感じになってるから、だからどうなんだろう相手的にはそしたらまた、 アムロになるのかなてっきりデビルガンダムね、もう一回ドモンなんか特殊演出やりますよ、みたいな感じになると思ったんだけどね。で、英雄の書もミッションクリアしたらもらえて、まあ、ミッションクリアもなんか、あ,あえ、なんでこれでニューガンダム <laughs> のエンブレム <laughs> いや、そこはなんか別のエンブレムありますよね。まあ、そういう感じで、ミッションもありますよということで、しっかりやっていきましょう。まあ、多分その他ミッションとかそんな感じでしょうね。続いてこちら。 お、ハロガチャ。チャおーああ、でもこれ、へえ、まこれ、コラボ来た時にたまにある、あの、1日ログインして、なんかゲットしましょう、みたいな感じになってね。で、もう書いてあることは、もうそのまま <laughs>。別に我々がなんか技術介入する余地ないんで、ログインして、ガチャルを押したら、この子に書かれてるアイテムの、なんか確率が、あーそうだね、この確率でこのアイテムが出てきますよっていう、ものになってる。あ、でもこれ、配布で、ハサウェイいるじゃん。え、ハサウェイも <laughs>、いや、ハサウェイも配布で出すの え、もう、第3弾したとき何ガチャゲンにすんのっていうレベルで、すっげえ使ってない。なんか今回で終わりかもしれないガンダムコラボ。こちで、<わ>あ<ー>、ーそうだね、ハサウェイトクスイーがあります、と。いやー、これもいるのかー。ーいやー、来ましけ。<laughs> てっきり第3弾に残してんのかなーと思ってたけど。で、おん。おー、で、ハサ、ーあー、ここでもらえるんだ。えー、あ、そうなんだ。 俺じゃあ追加って何すんだろうで、ハサウェイのこのやつを、ハロガチャを毎日引くう、1日1回引けるんですけど、1回引くと二20体弾と。なので、5日間は絶対にやって、これ、運極曲作りましょうと。で、あと、まあ、グッジョブだったりとか、これ多分何やってんのみたいな感じで、ね。で、あー、ここで、やっぱ SS ボイスこっちで持ってくるんだ。先見の書に勲章のハロ <laughs> 勲章でハロいるのは、これ結構好きね、私。なので、まあちゃんと、ログインして、最高7回まで引けば報酬全部獲得できるんで、まあ7回か5回か、その辺目安にして、 ハロガチャ、毎日ログインしていきましょうという感じになってます。続いてこちら、対象のコラボキャラクターは。コラボ期間中。はい。<laughs> あ、はい。いや、これ出てきたらもう終わりですよと。いや、でも、結構コラボの内容、今回割ともりもりだったね。三、覇者の塔が出現。とうんとで、こシーズン変わるのかな、もしかして。はい。続いて四。 クリスマス仕様の期間限定キャラクターがサイト何もなかったはずんといや、え、な、なんで急に <laughs> みたいな。<laughs> で、おー、まあ復刻で、<laughs> そうだね、今回の重心化回解禁されたキャラクターがもらえますよってことなんですけど、うん、まあ引かなくていいっすね。い <laughs> やっ<し>ょ、いや、いや、いやね、もう今、こんなガンダムとか、ちょっとみんなモンジェルとかでオーブ使ったろうから、もうここに避けるオーブはありません だから本当にキャラがねもう好きとかなんかそういう理由でもない限り引かなくていいんじゃないかな性能だけで見たらやっぱガンダムとかねもうこれから引くモンジェネだったりとかそういうのを引いた方がそこで石使ってたもんで引かなくていいかなと思いますいう,うーん重心化位はまあ周年で強いキャラいろいろ発表したんで <laughs> 強いキャラ出してくれるかなみたいな感じは結構あったりするもうええよ激しく天高く己の罪を知りなさい どうしよう罪とか言ってギルティだったら。ま、さすがにギルティじゃなくて、ブリュリュリュュでした。いや、でもこれぶっ壊れにしたら、いやー、終わるなりみたいなんであまり触れない方がいいなで性能が反射の超スピークリティカルでだ、重力ダメよマインスイーパー魔法人うん、反、貫通だったらな <laughs> あれ、反射でこれ ああ、でもよく見たらこれ、近畿新鋭。いや、マフージエルってこれ、マナ、んマナとやってること一緒でしょで、ただ反射なんで、それは組み合わせられますよ。で、無属性耐性もあるんで、火ダメも軽減できますよ、と。で、戦型とかはまあ、スピード型ってあのクエスト、なんかいったっけパッと出てこないから多分大丈夫でしょだいたいバランスとかなんかパワー型の、あの、怪獣8号とかその辺よね。で、シールドビットに大ダメージ与えられて、あでもスピードアップそうだね、元々持ってたか。で、直接本命 <laughs>。<laughs> お、安売りしすぎだろねまあ、スピードアップ。いや、棒スピアップとかでもないか。まあ、そこは向上っすね。ただ、どうなんだろうあれ今、深淵とかキンってやってたっけあー。キンの深淵の木なー。はははえー、出られないのかなー。おーい。出してくださいよー。